5月4日に来た時に金子さんに負けるはずがなかった。でもあの時よりさらにパワーアップしてるんで、お、まあ、おめちゃめちゃ調子いいんで、めちゃめちゃ調子いい、はい、なんかトレーニングのなんかあれですか、そう、裏付けというかセッティング変えて、はい、まあ、それで、はい、めちゃめちゃ良くなったんで、いつ頃から変えたんですか、だいぶ前、いや、函館から変えたんですけど、はい、でまあ、函館はちょっと変えたてやったんでちょっと慣れとかもあれなんですけど、はい、でまあ、練習でだいぶ慣れてきて、もう静岡前とかでも、はい、もうタイムとかもめちゃめちゃ、めちゃめちゃ出てたんで、出てた、はい、楽しみしかないですね。そうなん、今だからもう楽しみしかないんで。ああ、まあ、いいですね。まあ、今回は優勝しに来ました。あ、はい、これ全部使いますよ。あ、カット、ノーカットですよ。生きる気ゼロですね。金子さんもお墨付き。また調べそう入ったりしてるんですか。いや、もう全然。もう行ってないですか。もう行ってないですか。はい。はい。もうバンク中心で。はい。ちなみにこのセッティングってなんか特徴あるんですか。グワッと伸びるとか、あの結構外人とかが今やってるようなセッティングにして、かなりもう伸びるようになったので、あ、もうだいぶ距離もいけるし、あ、はい、あのラッシュとかも全然、あ、もともとあったんで、まあまあそれはね、はい、だいぶ感じがいいので、鬼に金棒でもそうなんです、ラッシュの距離もいける、シンドゥールも、シンドゥールも好きな方、好きな方、ポジティブワードしか出てこないですね。何の強さ出ない。今回ポジティブで。今ポジティブ。セッティングは誰かからアドバイスですか。まあ今もう流行ってるし、で金子さんとかとも絶対伸ばした方が、あのそういうセッティングした方がいいんじゃないって試してみたら、でまあ試しにやってみて、でまあ練習で使っていくうちにタイムとかも、多分今一番出てるんで自信。タイムが出るのが一番自信になります、ね。そうですね、はい、で。そのタイムもやっぱりなんかまあ S 級上位とかで全然いけるぐらいのタイムなんですし、はい。じゃあ今度上がりタイムもちょっと見どころですよね。まあ距離にもよりますけど。最近なんか変わったこととかこう変わったこと、なんかネタとか。ネタ。ネタ。練習が楽しい。いいね。はい、もともと好きなんですか。もともと好きなんですけど、まあいいじゃないですか、練習で嫌とか暑いとか嫌いとかいう人いっぱいいる中で、いいこと、もう今日全部ポジティブ、もう全部ポジティブ、好きがないですよ、あれ面白くないですよ。